メマニア・マティッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。プレミアリーグ・マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。元セルビア代表。ポジションはミッドフィールダー。サッカー選手のウロシ・ュ・マティッチは弟である。194センチメートルの長身ながら、足元が柔軟な MF。2004年には、パルチザンベオグラードの下部組織に在籍したこともあった。 同じく2004年に FK やディンストボウブでプロデビュー。2007年からスロバキアの MFK 個室戦に所属し、2009年にはスロバキアカップ制覇に貢献した。2015年、チェルシーでのマティッチ2009年8月18日、移籍金約150万ドルでチェルシーへ移籍。公式戦デビューはカーリングカップのクイーンズパークレンジャーズ FC 戦。 2009年11月21日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦でフローランガマルダとの交代で、プレミアリーグデビューを果たした。しかし、選手層の厚いチェルシーにおいては、コンスタントな出場機会も得ることができず、2010から11シーズンは、ローン遺跡でエールティビジのフィテッセへ移った。ローン遺跡期間中の1月31日に、 自身のパスを所有するチェルシーが SL ベンフィカよりダビド・ルイスを獲得した。その際に用した2500万ユーロの一部にマティッチの遺跡も含まれており2011から12シーズンよりベンフィカでプレーすることとなった。ベンフィカでの活躍が認められ2014年1月チェルシーに復帰。背番号はベンフィカ時代と同じ21番。 2月3日のマンチェスターシティ FC 戦では、スカイスポーツのマン・オブ・ザ・マッチに選出されるなど評価を高め、監督のジョゼ・モーリーニョの信頼をつかみ、2015年4月26日には、PF 年間ベスト11に選出された。2016から17シーズンは、監督がアントニオ・コンテに交代した中、3から4から3のセントラルミッドフィルダーで、主に出番を得て、 35試合に出場した。FA カップ準決勝のトッテナムホットスパー FC 戦では、チェルシー加入後通算にオンゴール目を決めた。2017年7月にマンチェスターユナイテッド FC との契約を合意し、3年契約を締結した。背番号は31番。かつての恩師であるモーリーニョ体制では、ポール・ポグバと共に強力な中盤を形成し、 8月13日のウアストハムユナイテッド戦ではマイオブ・ザ・マッチに選ばれるなど欠かすことのできない選手として出場機会を得た。2018年3月5日のクリスタル・パレス FC 戦で移籍後初ゴールを挙げた。2018から19シーズン途中にモーリーニョが解任され、オレ・グンナース・ウル・シャールが監督に就任すると出番は激減。 特に翌シーズンは2枚のボランチのポグバの相方に若手のスコット・マクトミネーが優先的に起用されたため第6節を終えて先発が2試合にとどまり不満を貯めていると報じられたセルビア代表でのマティッチセルビア代表として2008年12月14日のポーランド戦で代表初キャップを記録している U-21 代表としては UEFAU-21 欧州選手権2009のチームのベスト4進出に貢献した。2015年3月29日の UEFA、ユーロ2016予選、ポルトガル戦で代表初得点を挙げた。国際 A マッチ48試合に得点。ありがとうございます。